高校日本史一問一答、大学入試超基礎レベル。丸2、知識用語重視編、共通テスト次第への基礎固め、全300問。約1万年前、気候が温暖化する前の時代を後進性というのに対し、それ以後の時代を何という？寒進性。1946年、関東ローム層から惰性石器が発見され、日本列島における旧石器文化の存在を立証した群馬県の遺跡は、岩宿遺跡。縄文時代、集落間で交易が行われた根拠となる長野県和田峠や熊本県阿蘇山などで産出された火成岩を何という？黒曜石。縄文時代における自然物や自然現象に霊異が存在するとした信仰を何という？アニミズム。縄文時代晩期の水田跡が見られる福岡県の遺跡は、板付け遺跡。弥生時代の水田跡や高床倉庫の遺構が発見されたトロ遺跡は何県にある？静岡県。邪馬台国の女王卑弥呼が大宝軍を通じて魏に献使したことが記されている古代中国の歴史書は、魏志倭人伝。草書に出てくる倭の五王のうち、雄略天皇にあたるとされるのは誰？武。5世紀頃に作られた日本最大の前方後円墳は、大仙陵古墳。6世紀の古墳に見られる玄室や仙堂を備え追葬が可能な石室を何という？横穴式石室。古墳時代後期の副葬品として用いられた朝鮮半島から伝わった灰色で硬質な土器を何という？須恵器。6世紀欽明天皇に仏教を伝えた清明王はどこの国の王様？百済。仏教受容をめぐって争い物の部の守屋を倒したのは誰？蘇我の馬子。7世紀前半、推古天皇の時代を中心とする文化を何という？飛鳥文化。飛鳥寺を建てたのは誰？蘇我の馬子。法隆寺金堂の釈迦三尊像の作者は、蔵造りの鳥。斉明天皇や聖徳天皇のように退位した天皇が再び皇位につくことを何という？長祖。中野大江の王子は斉明天皇の死後、即位式を挙げずに政治を行った。このような状態を何という？昭政。684年、天武天皇が定めた身分制度は、ヤクサのカバネ。690年、持統天皇が完成させた戸籍は、光陰年尺。天武天皇が皇后の病気平癒のために創建した寺院は、薬師寺。1972年に壁画が発見された奈良県飛鳥村にある古墳は、高松塚古墳。律と令のうち今日の刑法にあたるのはどっち？律。律令制度における二官のうち祭祀を司るのが神議官では、行政を司るのは大上官。律令政府において
諸国に中央から派遣された地方官を何という？国司。律令政府において6歳以上の男女に区分田を半給し租税を課す制度を何という？藩田収授法。律令制度において公民に課せられる税のうち田地に課せられ収穫の約 3% を納める税を何という？租。では諸国の特産物を朝廷に納める税は？徴。では国司の下で年間60日を上限として課せられる労役を何という？増用。北九州の警備のために置かれた任期3年間の兵士を何という？先盛。平城京の手本にした唐の都は？長安。平城京のように五番目状に土地を区画する制度を何という？上房制。723年期限付きで開墾した土地の私有を認めた法令を何という？三世一新法。では743年開墾した土地の永久私有を認めた法令は？墾田永年私財法。8世紀に来日して戒律を伝え東照大寺を開いた唐の僧侶は？鑑真。稗田のあれが暗唱した内容を大野安麻呂が筆録し完成した歴史書は？古事記。舎人親王が中心となり720年にできた漢文編年体の歴史書は？日本書紀。長岡京造都を主導していたが785年に暗殺された藤原式家の人物は？藤原の胤次。坂上田村麻呂が802年に築き鎮守府を移した城作を何という？伊沢城。桓武天皇が設置した国司交代の際の不正を防ぐために監視する役職を何という？影湯氏。最澄が比叡山延暦寺を本山として開いた宗派は？天台宗。空海が開いた密教の宗派は？真言宗。村上天皇の時代に鋳造された本朝十二線最後の銅線を何という？建元大宝。摂関政治の全盛を築き御堂関白と呼ばれたのは誰？藤原の道長。藤原の道長の息子で宇治に平等院鳳凰堂を建てたのは誰？藤原の頼通。天皇家の母方の親戚のことを何という？外戚。894年遣唐使中止を建議したのは誰？菅原の道真。平安時代中期浄土教と念仏を広め一の聖と呼ばれた僧侶は？空也。往生要集を表し極楽往生の方法を示したのは誰？源信。醍醐天皇の命で作られた最初の勅撰和歌集は？古今和歌集。土佐日記の作者は？紀貫之。白河上皇が院御所の警備のために置いた武士たちを何という？北面の武士。僧兵たちが
春日神社の神木を担いで豪祖した寺院は興福寺。英氏が日宋貿易を行うために修築した摂津国の港は大和田の泊まり。奥州藤原氏が拠点とし2011年に世界遺産になった岩手県の都市は平泉。鎌倉幕府の初代公文所別当は大江の広元。鎌倉幕府の初代門中所執事は三好の安信。守護の権限である大判催促、謀反人の逮捕、殺害人の逮捕をまとめて何という？大盆三箇条。承久の乱後、上皇側から没収した土地に新たに任命された地頭を何という？新保地頭。承久の乱で敗れた後鳥羽上皇はどこに流されましたか？沖。北条泰時が執権の補佐役として設置し、叔父の北条時房が初代を務めた役職は連署。鎌倉時代、西日本に広まった麦を米の裏作として栽培し、同じ土地で年に2回耕作する農業を何という？二毛作。鎌倉時代、商品の保管・輸送にあたった運送業者を何という？問い丸。鎌倉時代に高利貸しを行った金融業者を何という？貸し上げ。チンギスハンの孫で国号を元と改め日本に服属を要求してきたのは誰？フビライハン。元寇の際、元軍が使用した火薬を詰めた武器を何という？鉄ハウ。北条氏嫡流の当主のことを漢字二文字で何という？徳宗。浄土宗を開いたのは誰？法然。法然の弟子で浄土真宗を開いたのは誰？親鸞。慈宗を開き踊り念仏を広めたのは誰？一遍。栄西が南宋から帰国後日本に伝えた禅宗の宗派は臨済宗。では道元が南宋から伝えた宗派は曹洞宗。方丈記を書いたのは誰？鴨の長明。つれづれ草を書いたのは誰？兼好法師。琵琶法師によって兵曲として伝えられた軍記物語は平家物語。愚管抄を書いたのは誰？慈円。金沢文庫を開設したのは誰？北条実時。鎌倉時代、皇室は大覚寺統と何統に分かれましたか？持明院統。幕府が朝廷し提案した持明院統、大覚寺統から交互に天皇を出す仕組みを何という？領統徹立。兼務の申請において訴訟を扱った機関を何という？雑訴決断書。元寇の変で倒幕に失敗した後醍醐天皇はどこに流されましたか？沖。兼務の申請における天皇の命令を伝える文書を何という？
臨時。室町時代、守護に与えられた新たな権限のうち、幕府の判決を執行する権限を何という？施設巡業。室町幕府において将軍を補佐する官吏を務めた三家とは、畠山、細川、芝。足利元氏が初代を務めた鎌倉府の長官を何という？鎌倉公方。1438年、永享の乱で足利義教らに滅ぼされた鎌倉公方は、足利持氏。1441年、加喜津の変で足利義教を暗殺したのは誰？赤松光助。八代将軍足利義政の跡継ぎをめぐって義政の弟の義見と争い、後に九代将軍になった義政の息子は足利義久。1368年、元を倒して朱元璋が建国した中国の王朝は明。琉球王国の都は首里。1457年に蜂起したアイヌの大首長はコシャマイン。室町時代に畿内に広がった自治村を何という？そう。教えをお踏みにまとめて一向宗を広めた僧侶は蓮如。1536年、延暦寺の僧兵たちによって日蓮宗寺院が焼き討ちされた事件を何という？天文法華の乱。室町時代、久慈権現や正談智要を書いた学者は一条兼義。東山山荘に銀閣を建てたのは誰？足利義政。四季山水図鑑、周東山水図などの水墨画の作者は雪舟。猿楽能を大成し、風刺家伝に芸術論をまとめたのは誰？世阿弥。陸奥の伊達氏が1536年に制定した文国法は人海衆。甲斐の武田信玄が制定した文国法は甲州法度の次第。武田信玄と川中島で5度にわたって対戦した戦国大名は上杉謙信。16世紀、日本に来航し貿易を始めたポルトガル人、スペイン人はまとめて何人と呼ばれていましたか？南蛮人。宣教師バリニャーニの勧めで1582年にローマ教皇のもとへ派遣した少年たちを何という？天正遣欧使節。1576年、織田信長が近江に築いた城は安土城。1588年、豊臣秀吉が農民の一揆を防止するために出した命令は刀狩り令。豊臣秀吉が石山本願寺の跡地に建てた城は大阪城。唐獅子図屏風を書いたのは誰？狩野永徳。17世紀初め、歌舞伎踊りを始めたのは誰？出雲の奥に。江戸幕府において譜代大名から選ばれ
朝廷の監察や西国大名の監視などを行った役職は、京都諸司大。1615年、江戸幕府が出した朝廷公家の統制法は、禁中並びに公家諸法度。1604年、徳川家康によってアイヌとの交易独占権が与えられた藩は、松前藩。1609年、琉球征服を行った藩は、薩摩藩。権現作りで有名な徳川家康を祀っている神社は、日光東照宮。すき家作りで有名な八条宮歳仁親王の別邸は、桂離宮。風神雷神図屏風を描いたのは誰？田原屋宗達。1613年、家臣の長谷倉常長をスペインに派遣したのは誰？伊達政宗。江戸時代初期、東南アジア各地にできた日本人居住地を何という？日本町。江戸時代、長崎郊外に設置された清国商人の居住地となった建物を何という？東陣屋敷。江戸時代の村方三役とは、名主、組頭、百姓代。江戸時代の村で田畑、屋敷地を所有し村政に参加する百姓のことを何という？本百姓。農業全書を書いたのは誰？宮崎安定。五街道のうち江戸日本橋と京都を結んでいたのはどれ？東海道。江戸時代、西日本で主に流通していたのは金貨と銀貨のどっち？銀貨。法度に違反した大名の領地を江戸幕府が没収する処分を特に何という？改易。五代将軍徳川綱吉の時代、湯島聖堂が竣工された時に大学の神に初めて任じられたのは誰？林信厚。17世紀末から18世紀初め、徳川綱吉の治世、髪型を中心とした町人文化を何という？元禄文化。浮世草子をはじめ、好色一大男、世間無難山陽などを書いたのは誰？伊原西鶴。歴史書徳史世論を書いたのは誰？新井白石。紀行文奥の細道を書いた俳人は松尾芭蕉。浮世絵見返り美人図を書いたのは誰？菱川師宣。徳川吉宗が米価安定のために公認した米市場は堂島米市場。徳川吉宗の時代、大岡忠相らによって編纂された裁判や刑の基準を定めた法典を何という？藤方お定め書き。1782年頃、東北地方を中心に広がった冷害や浅間山の噴火を伴う大規模な飢饉を何という？天明の飢饉。松平定信の時代、諸藩の大名に1万石につき50石の米を蓄えさせたことを何という？囲い米。1789年、降格天皇が
父親を太上天皇にしようとして幕府に反対された事件を何という？孫郷一件。杉田玄白、前野良沢らがターヘルアナトミアを翻訳して作成した医学書は？解体新書。古事記伝を書いた元折宣長が大成した学問は？国学。18世紀末、近藤十三らが調査し、大日本エトロフの標柱を立ててきた千島列島の島は？エトロフ島。1808年、幕府の命令で樺太を調査し、島であることを突き止めたのは誰？間宮林蔵。天保の改革で出された江戸貧民の帰村を強制する法令を何という？人返しの法。ケンペルの日本史の一部を訳し鎖国論を書いたのは誰？志筑忠雄。1811年、高橋景康の建議で設置された洋楽研究機関は？板書和毛御用。東海道中膝栗毛を書いたのは誰？十返舎一九。滑稽本浮世風呂を書いたのは誰？式亭三馬。南宋里見八犬伝を書いたのは誰？滝沢馬琴。富嶽三十六景を書いたのは誰？葛飾北斎。東海道五十三次を書いたのは誰？歌川広重。江戸時代に流行したおかげ参りとはどこの神社へ集団参詣することを指しますか？伊勢神宮。黒住教を開いたのは誰？黒住宗忠。天理教を開いたのは誰？中山三木。金光教を開いたのは誰？川手文次郎。ペリーを日本へ派遣してきたアメリカの大統領は？フィルモア。ペリーが来航した1853年に長崎に来航したロシア使節は？プチャーチン。1854年の日米和親条約によって開港した二つの港とはどことどこ？下田と函館。1855年に結ばれ、エトロフ島とウルップ島の間に国境が引かれた日露間の条約は？日露和親条約。幕末に始まった貿易で日本から最も輸出された商品は何？生糸。では最も輸入された商品は？毛織物。幕末の貿易によって国内で品不足となり、その対策として1860年に幕府が出した法令は？五品江戸改装令。1860年、日米修好通商条約の批准のために派遣された建米使節に随行した勝海舟を艦長とする船の名前は？艦輪丸。後部合体策が反発を招き、1862年、坂下門外の変で襲撃された老中は誰？安藤信正。1862年、薩摩藩の島津久光一行が江戸から帰る途中、イギリス人を殺傷した事件を何という？生麦事件。
1864年、新選組が京都で尊攘派を襲撃した事件を何という？池田屋事件。1864年、前年の8月18日の政変で京都を追放されていた長州藩の尊攘派が入京し、撃退された事件を何という？禁門の変。1864年、長州藩への報復で下関を砲撃した四国とは？アメリカ、イギリス、フランス、オランダ。1867年、将軍徳川慶喜に大政奉還を建議した前土佐藩主は？山内豊重。戊辰戦争の途中、江戸無血開城を決定した際、勝海舟と交渉した薩摩藩の人物は？西郷隆盛。戊辰戦争中、東北の諸藩が中心となって結成した反新政府同盟は？大右越列藩同盟。五稜郭の戦いで旧幕府軍を率いて新政府軍と戦った後、新政府に参画して中路行使になったのは誰？榎本武揚。1868年4月に公布された明治政府の政治組織を記したものを何という？政体書。1871年、廃藩置県に備えて組織した明治政府直属軍を何という？御新兵。1871年に制定された戸籍法に基づいて翌年作成された戸籍を何という？人身戸籍。1876年、蟄獄処分の際、代償として支給された証書を何という？金禄交際証書。地租改正反対一揆が起こり、1877年に地租は税率何パーセントになりましたか？ 2.5%。 1871年、条約改正の予備交渉などのために欧米に派遣された使節団の大使を務めた右大臣とは？岩倉具視。その時の岩倉使節団に留学生として同行し、後に女子英学塾を設立したのは誰？津田梅子。1875年に結ばれた日露間の領土に関する条約は？樺太千島交換条約。1874年、琉球漂流民殺害事件への対応として明治政府が兵を送ったのはどこ？台湾。1875年、日本の軍艦運用が朝鮮で挑発行為を行い、砲撃された事件を何という？高架塔事件。1877年、西郷隆盛を首領とする士族たちが起こした反乱を何という？西南戦争。1872年に敷設された鉄道は横浜とどこの間を走りましたか？新橋。その時、鉄道敷設を指導したイギリス人のお雇い外国人は誰？モレル。1871年に始まった郵便制度を建議したのは誰？前島密か。長崎造船所が払い下げられた三菱の創業者は？岩崎弥太郎。1872年に群馬県にフランスの技術を導入して設立された官営模範工場は？富岡製糸場。1876年に来日し、
札幌農学校の教頭になったアメリカ人は、クラーク。1871年に出された統一貨幣制度を確立するための条例とは、新貨条例。1882年、大蔵卿松方正義の建議で設立された中央銀行は、日本銀行。1874年、板垣退助が土佐で片岡賢吉らと結成した正社は、立志社。1875年、内務卿の大久保利通と政府を下野していた板垣退助、木戸孝允の三者で行われた会議は、大阪会議。大阪会議の結果設けられた司法の最高機関は、大審院。1881年、開拓使勧誘物払い下げ事件を起こした当時の開拓長官は、黒田清隆。1881年、国会開設に備えて板垣退助が結成した政党は、自由党。では、1882年に大隈重信が結成した政党は、立憲改進党。1884年、松方デフレ財政によって困窮した農民たちが、昆民党を結成して埼玉で蜂起した事件を何という？秩父事件。1882年に渡欧し、ドイツの憲法理論などを学び、帰国後に明治憲法作成の中心となったのは誰？伊藤博文。1888年、憲法草案を審議するために設置された機関は、枢密院。明治憲法のように、君主が制定する憲法を何憲法という？欽定憲法。大日本帝国憲法が発布された2月11日は、明治時代に何という祝日として設定されましたか？紀元節。天皇大権のうち陸海軍を指揮する権限を何という？統帥権。1883年に建設された外国人を接待するための社交場で舞踏会が開かれた建物を何という？鹿鳴館。1891年、訪日中のロシア皇太子が警察官津田三蔵に襲撃された事件を何という？大津事件。1882年、朝鮮で起こった親日派の林氏に対する反乱を何という？神護軍乱。1884年、朝鮮で起こった金玉金を指導者とする親日派の独立党によるクーデタ事件を何という？庚申事変。下関条約によって日清戦争に敗れた清から日本へ割譲されたのは、遼東半島と澎湖諸島とどこ？台湾。1898年、第3次伊藤内閣の地租増長案に反対して、自由党と進歩党が合同してできた政党は、憲政党。その憲政党を与党として、1898年に組閣した初の政党内閣は、第1次大隈重信内閣。1900年、第2次山形有朋内閣での選挙法改正で、選挙資格は直接国税何円以上納入者になりましたか？10円。
1900年、義和団による清国での反乱を欧米と日本の連合軍が鎮圧した事件を何という？北清事変。1901年、北清事変鎮圧後に清国と列国の間で結ばれた協定を何という？北京議定書。日露戦争開戦後、雑誌明星に君死にたもうことなかれという反戦詩を発表した作家は、与謝野晶子。日露戦争中、日本海海戦で東郷平八郎率いる日本の艦隊が撃破したロシアの主力艦隊は、バルチック艦隊。日露戦争の講和条約であるポーツマス条約を仲介したアメリカの大統領は、セオドア・ローズベルト。明治時代、ガウン・トキムネによって発明された綿紡績機は、ガラボー。19世紀末に力織機を発明し、綿織物の増産に貢献した人物は、豊田佐吉。明治時代、機械製糸が普及する以前から一般に使用されていた製糸技術は、座繰り製糸。1881年、家族の出資で設立された日本初の民営鉄道会社は、日本鉄道会社。松方デフレ財政によって増加した、自らは工作せず、小作料による収入で生活する地主を何という？既成地主。1888年、高島炭鉱での公婦虐待を取り上げた雑誌は、日本人。渡良瀬川への鉱毒問題を起こした栃木県の鉱山は、足尾銅山。1901年、その足尾銅山鉱毒事件を議員を辞して天皇に直訴しようとしたのは誰？田中正造。1911年、第二次桂太郎内閣の時に制定された初の労働者保護法は、工場法。1901年に結成された日本初の社会主義政党は、社会民主党。1910年、明治天皇暗殺を企てたとして、光徳秋水らが処刑された事件を何という？大逆事件。1873年、森有則の発議で結成された啓蒙学術団体を何という？明禄社。その明禄社のメンバーで西洋事情、文明論の概略を書いたのは誰？福沢諭吉。明禄社のメンバーで西国立志編、自由の断りを書いたのは誰？中村正直。ルソーの社会契約論を訳して民約約会を書いたのは誰？中江長民。民有社を設立し平民主義を提唱したのは誰？徳富蘇峰。1886年、学校令を制定した初代文部大臣は、森有則。1891年、教育勅語に対して拝礼しない不敬事件を起こしたキリスト教徒は、内村鑑三。ペスト菌を発見したのは誰？北里柴三郎。
赤痢菌を発見したのは誰？志賀清。小説神髄を書いたのは誰？坪内逍遥。浮雲を書いたのは誰？双葉亭四名。舞姫を書いたのは誰？森鴎外。竹比べ濁り絵を書いたのは誰？樋口一葉。歌集一躍の砂悲しき玩具の作者は誰？石川啄木。1887年岡倉天心フェノロサラによって設立された美術学校は東京美術学校。湖畔の作者であり白馬会を創立した西洋画家は黒田清輝。東京駅や日本銀行本店を設計した建築家は辰野金吾。1912年の第一次護憲運動で運動の中心となった尾崎行雄はどこの政党の人？立憲政友会。同じく第一次護憲運動の中心となった犬飼剛はどこの政党の人？立憲国民党。原敬内閣での選挙法改正で選挙権の納税資格は何円以上に引き下げられましたか？3円。第一次世界大戦後の1920年、アメリカのウィルソン大統領の提案で設立された世界的な組織は国際連盟。1925年、普通選挙法を制定した加藤高明内閣が同じ年に制定した社会主義運動を取り締まる法律は治安維持法。天皇帰還説を唱えたのは誰？美濃部辰吉。民本主義を唱えたのは誰？吉野作造。1911年、平塚雷長らが設立した婦人団体は政党社。1920年、市川房枝らが女性の政治参加を達成するために設立した団体は新婦人協会。1922年、最高万吉らが結成した部落解放を目的とした団体は全国水平社。遠野物語を書いた民族学者は柳田国男。渡米してロックフェラー研究所所員となり黄熱病や梅毒を研究したことで有名な細菌学者は野口秀代。木彫の作品老猿の作者は高村光雲。暗夜行路を書いた作家は志賀直哉。羅生門、雲の糸、藪の中を書いた小説家は芥川龍之介。菊池寛が創刊した月刊文芸雑誌は文芸春秋。プロレタリア文学の代表作カニ光線の作者は小林滝次。プロレタリア文学の代表作太陽のない街の作者は徳永素直。伊豆の踊り子雪国の作者で後にノーベル文学賞を受賞したのは誰？川端康成。では
1994年に日本人で2人目にノーベル文学賞を受賞したのは誰？大江健三郎。では、1949年に日本人として初めてノーベル賞を受賞したのは誰？湯川秀樹。関東大震災の時や金融恐慌の時に実施された政府が法令によって債務の支払いを一定期間猶予することをカタカナ6文字で何という？モラトリアム。加藤高明内閣や若槻礼次郎内閣、浜口おさち内閣で協調外交を推進した外務大臣は、重原喜重郎。1931年の満州事変勃発のきっかけとなった関東軍が奉天郊外で線路を爆破した事件を何という？龍城湖事件。1932年に建国した満州国の執政となった清朝最後の皇帝は、溥儀。国際連盟が満州事変の調査に派遣した調査団の団長は誰？リットン。1932年、井上順之助らを暗殺する事件を起こした井上日照を中心とする右翼団体は、決明団。太平洋戦争開戦直前、駐米大使としてアメリカの国務長官ハルと交渉に当たった人物は、野村吉三郎。戦時中の植民地であった朝鮮人や台湾人に日本語や神社参拝などを強要した同化政策を何という？公民化政策。その公民化政策の一環である朝鮮人の姓を日本式の姓名に変えさせたことを何という？創氏改名。1943年、兵隊の不足を補うために文系学生などを戦争に参加させたことを何という？学徒出陣。戦後第一次吉田茂内閣で行われた石炭と鉄鋼に重点的に資金を投入する政策を何という？傾斜生産方式。1949年にドッジラインによって設定された単一為替レートでは1ドル何円と設定されましたか？360円。1954年、アメリカの水爆実験によって被爆した日本の漁船は、第五福竜丸。1953年、朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた都市は、板門店。東京立川の米軍基地拡張に対する住民の反対運動とそれに付随する諸々の事件をまとめて何という？砂川事件。1955年に始まった自由民主党が政権を保持し続けた体制を何という？55年体制。1945年に映画の挿入歌として公開され大ヒットしたリンゴの歌を歌っていた歌手は、並木道子。1951年、映画羅生門でベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞した映画監督は、黒澤明。鳩山一郎内閣の頃、1955年から57年頃の日本の好景気を何という？神武景気。1950年代に急速に普及した白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫を総称して何という？
三種の神器。1970年日本万国博覧会が開催された都道府県は、大阪。四大公害のうち熊本県で発生したメチル水銀中毒症を何という？水俣病。四大公害のうち阿賀野川流域で発生したメチル水銀による中毒症を何という？新潟水俣病。四大公害のうち三重県で発生したものを何という？四日市喘息。四大公害のうち富山県神通川で発生したものを何という？痛い病。公害への対策として1971年に設置された省庁は、環境庁。1971年金とドルの交換停止を発表したアメリカの大統領は、ニクソン。1971年のスミソニアン協定で円相場は1ドル何円に切り上げられましたか？308円。1973年のオイルショックの原因となった戦争は、第4次中東戦争。オイルショックと田中角栄内閣の政策によって発生した激しいインフレーションを何という？狂乱物価。1987年国鉄が分割民営化された時の内閣は、中曽根康弘内閣。1989年冷戦が終結された時のソ連の書記長とアメリカの大統領は、ゴルバチョフ書記長とブッシュ大統領。1985年に公布された雇用における男女の差別をなくすことを義務付けた法律は、男女雇用機会均等法。1991年イラクのクウェート侵攻が原因で始まった戦争は、湾岸戦争。その湾岸戦争の時、多国籍軍に巨額の資金援助を行った当時の内閣は、海部俊樹内閣。1997年消費税を 5% に引き上げた時の内閣は、橋本龍太郎内閣。1997年橋本龍太郎内閣で成立したアイヌ民族の自立と人権保護を目的とした法は、アイヌ文化振興法。2000年森喜朗内閣の時に先進国首脳会議サミットが開催されたのは日本のどこ？沖縄。2002年小泉純一郎首相が訪朝し会談した当時の北朝鮮の最高指導者は、キム・ジョンイル。お疲れ様でした。受験勉強頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。今後も中京、江南、西南学院など各地の有名私立大の対策問題を作成する予定です。